とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はタワー10周頑張っていきたいと思います。今シーズンはどうだろうか。もう最近ずっと出てないからね、久しぶりにお願いします。1周目は微妙だな。虚無に叫びさん。どうなんだろうね、今日は。2周目です。虚無1、爆発2の、フォーカス系だろうな。なんだマルチロールよく出る。3周目、よくないな。でもね、黄金3は出るのよ。3は出るの。これ4周目かな ?4 周目ぐらいだよな。重力、リフレッシュ、微妙すぎる。これが5周目、物が微妙だ。これは全部ダメ。物微妙すぎて、全部1だしね。6周目 ?6 ぐらいかな今ね。ゴーディアン、どうだ。惜しい惜しいな。3だったらマジでよかったけど、いや惜しい、めちゃくちゃ惜しい。7周目よくない、これはよくない。ダメだ。あと3回頑張ろう。ラスト3。ものすごくいいのが来たね。素晴らしいぞ。まあ、スポンジは良くないけど、骨コンボは、これリフレッシュ3かも。で、クリーチ、ダメ。3だったら当たり。リフレッシュ3。1位。いや、全部ね、3だったら当たりなのよ。うわ、惜しいな。むちゃくちゃ惜しい。あと2回ね、頑張ろう。ラスト2回だけどもよくないこれは。ね。まあ、一応取っとくか。花火ででもハープの回なんだよな。まあ一応取っときましょう。これがラスト微妙。恐怖のバトルスタッフちょっと欲しい。ダメ。重力であれば下についとるけど、こっちは一応使えるけど、補助でこれは別いらんかな。まあいいか。これ取っときましょう。はい。ということで、今シーズン惜しいのが結構ありましたね。結構あったよな。まあ次のシーズンも頑張っていきましょう。はい。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。